陸上、U20 世界選手権、30日、日本時間31日、ペルー・リマ、男子800メートル決勝日本記録保持者の落合昭、高、18イコール滋賀学園、ラドウ種目日本人初の決勝に臨み、1分47秒03で銅メダルを獲得した。優勝のアヤンザ、エチオピア、には0秒17及ばなかったが、 世界陸連主催の世界大会でのメダル獲得は日本勢道種目初の快挙。来年9月の世界選手権東京大会の参加標準記録まで0秒30と迫る自己ベスト、1分44秒80を保持する高校3年生がシニアの世界舞台での活躍へ大きな一歩を刻んだ。落合が終盤で強さを示した。終盤で1取りに苦戦し、残り200メートルでは6番手に交代。 それでも最後の直線で粘り強く前を追った。身長165センチと小柄ながら上半身のブレが少ない走りで体の大きな海外勢3人を抜き去った。自身初の世界大会で銅メダルを獲得。すごく良い経験ができたと声を弾ませた。ただ同時に世界との差を感じた。3位という結果は悔しい。決して満足はしない。 その姿勢を貫いてきたからこそ強くなった。昨夏の全国高校総体、インターハイ、お大会新記録の1分47秒92で制すと目標をパリ五輪へ定めた。出場には参加標準記録、1分44秒70の突破と今年6月の日本選手権優勝が条件。タイムを3秒以上も縮める必要があったが、ゼロ。 07%の可能性かもしれないけど、チャレンジが大切と決意は固かった。練習では1分44秒を切るペースに設定。実際に43秒台で走る力もつけていた。迎えた日本選手権では初優勝をしたものの、標準記録には1秒86届かず。レース直後はトラックに座り込み、すごく悔しいと両手で顔を覆った。悔しさをあらわにした。 ただ落ち合いは、そこで止まらなかった。1ヶ月後の全国高校総体では1分44秒80の日本新記録で2連覇。レース展開によってタイムは変動するため単純比較はできないものの、23年世界選手権銅メダル相当の好記録を残した。パリの標準記録を、絶対に切るという思いでやってきたから日本新を出せたと自信を深めた。 今回の U20 世界選手権でも悔しさが心を占めた。その感情を次への原動力とする。来年は世界陸上が東京である。結果を残せるように努力をしていきたい。男子800メートルで世界選手権に出場した日本人は2人のみ。次はシニアの舞台で新たな歴史を切り開く。落合明、落合孝、2006年8月17日。 滋賀県高島市出身。小学生でトライアスロンに取り組み、今津中で陸上部へ入部。中3時の21年 j o c ジュニアオリンピックカップ U16 男子1000メートルで4位。22年4月に滋賀学園校に進学し、同10月の栃木国体男子少年共通800メートル8 23年8月の全国高校総体で初優勝。 24年4月の U 二20アジア選手権優勝。同6月の日本選手権で初優勝。同7月のインターハイでは14年に川本賞。21年に源の広木がマークした日本記録。1分45秒75。大幅更新する1分44秒80で2連覇。身長165センチ。